ということで皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは JR 西日本京都線神戸線の大阪駅でございます。今新快速が入ってきました。この新快速で京都駅まで行きます。大阪から京都まではおよそ30分、すごい速さですよね。化け物列車、新快速列車に乗りまして京都に向かって、京都観光をしていきたいと思っております。この動画では新快速の素晴らしさ、新快速ってどんな感じなのっていうのをね、ご紹介させていただきたいと思います。つってもね、僕の動画でも何度かご紹介させていただいていますので、今更って感じですけれどもね。前に乗った時は全面展望をね、ご紹介させていただきました。ということで大阪駅を出発です。これから130キロというとんでもないスピードを出す、在来線快速列車の中では一番最速の列車になるのかなと思われます。新快速列車、これになって京都に行きます。大阪環状線が一番右端、大阪環状線は、東京でいう山手線みたいな存在ですので、ぐるっとね、横に、カーブしていきますけれども、今回たまたまね、ちょっと大阪環状線1本も見れませんでした。上の方には観覧車もあります。この観覧車もね、1回ね、行ってみたいなって思ってるんですけれども、なかなか行く機会はありません。この辺からか大阪環状線が曲がっていくのは、この裏の方に消えていきます。ということで列車は新幹線の乗り換え駅、新大阪駅を出発でございます。ここからが、新快速の本領発揮といったところとなります。次の停車駅は高槻です。普通列車は、この700メートル先の東淀川駅に止まります。700メートル、それしか離れてないのっていう感じでございます。もうあっという間ですよ。この新快速もね、全然スピード出し切らないまま通過していくのが東淀川駅でございます。その東淀川駅というのはですね、もともとここに新大阪駅を作ろうとしたらしいんですけれども、なんか理由はあんまりよくわかんないんですが、そのずれた先、新大阪駅ができて、一応この東淀川駅というのも一応開業させたらしいんですけれども、めちゃめちゃ近い距離、これです。これが東淀川駅です。ほら、ゆっくり走ってるから駅名表もよくわかるでしょ。普通列車なんか全然加速しないで停車するんじゃないかな。のんびりと東淀川駅を通過いたしました。しばらくしたらこの通り、本領発揮です。130キロ、いや、めっちゃ速い。駅の通過もご覧の通りでございます。東淀川とは比べ物にならないぐらいのスピードです。ちょうどね、僕がね、このナレーションをしている時にですね、7月24日ですか、不発弾処理っていうね、なんかついたからこの東淀川の間になんか不発弾処理をやってて本数減らしてるとか、なんか爆弾処理やってるらしいっていうのをね、ちょうど今さっき見ました。で、新快速の魅力、これです。普通列車を追い抜きます。普通列車とその新快速の線路はね、違うんですよ。複々線になってるんですね。日本一の複々線だったかな。南草津だけ、草津から西明石までの120キロぐらいの距離をずっとこの複々線で走ってるんですね。これが日本一長い複々線として知られています。なのでこの通り、普通列車が前にいてもお構いなし、線路が違いますから、このようにして追い抜きます。列車は高槻駅を出発、あともう15分ぐらいでですね、京都に到着してしまうというんですから、とんでもなく恐ろしいものです。新大阪から高槻、京都と、たったこれだけですよ。昔は高槻とかも止まらなかったとか。新快速は本当に化け物列車ですね。常にずっとスピードが速いと、そういった感じでございますね。列車は山崎駅を通過いたします。この山崎駅というのは大阪府と京都府の境目にある駅なんですね。ここね、一回降りてみたいんですよ。
すごいですよ、本当にあの境界線の駅ですから。ちょっとまたげば大阪府、ちょっとまたげば京都府といった感じで今京都府に入りました。一回この駅で降りてその境界線をまたいでみたいものです。列車は京都の総合車両所、運転所だったかなの、付近を通過中でございます。ここにはですね、たくさんの特急列車や普通列車なども置いてあります。サンダーバードとかで使われるやつや、草津線で使われる115系、221系や225系、223系なども止まっております。和歌山に向かう特急クロス号なども止まっておりますね。あのパンダ列車とかもね、たまに止まっていたりします。ここは非常に大きくてすごい、見応えがある、総合車両センターですので、もうここは釘付けですよ。いつもねこの京都大阪間で、行くときに必ず見ております。非常に素晴らしく、鉄道オタクはもうここは目を離せないポイントとなっております。列車は間もなく京都に到着いたします。前回京都に来た時はですね、あの鉄道博物館かなに行ってきた時なんですけれども、それ以来ですね、奥には近鉄京都線が見えます。奈良とかそっち方面に行くには近鉄が便利ですね。 JR も一応奈良線が走っていたりします。京都京都とって言って、鉄道唱歌でもね、歌詞が書かれている大きな、大都市京都駅に到着いたします。あっという間でした。新快速大阪から30分です。あの景色も非常にいいし、あの130キロですごい飛ばすので、もう本当にね、目が離せないんですよね。釘付けになってしまう、そういった感じでございます。いや人も多いですね。新快速はまだまだこれから先もね、滋賀県方面に、進んでいきます。ということで列車は京都駅に到着いたしました。ということで今回はここまでとさせていただきます。次回はですね、京都観光、王道のね、京都観光ですね、に行っていきたいと思いますので、次回の動画もどうぞよろしくお願いいたします。今回は京都博物館じゃないや、京都鉄道博物館は行ったりしません。それ言ってると時間ないので、今回は本当にあの京都の観光です。思いっきり京都を満喫します。そんなにね時間があるわけじゃないから全部回りきるわけではないんですけれども、誰もが行ったことある、そして誰もが知っている名前のね、有名なところに行ってきたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。